皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。武見敬三厚生労働省は19日、政府が今月末をめどにまとめる経済対策に盛り込む方針の介護職員の賃上げについて、引き上げ費対は月6000円程度が妥当、との考えを示した。介護職員は、給与水準が全産業平均より低いため、賃上げによって他産業への人材流出を防ぎ、人手不足を緩和する狙い。介護職で年収1000万円超、世の中にはびこる、やりがい搾取、二半期翻す株式会社。政府は賃上げの対象に、看護助手や障害福祉サービス事業所の職員も加える方向。これに関し武見氏は、人材不足でサービス提供が危機的事態になっていることへの対応が必要だ、と語った。川崎市内の介護施設を視察後、記者団の質問に答えた。武見敬三厚生労働省は19日、政府が今月末をめどにまとめる経済対策に盛り込む方針の介護職員の賃上げについて、引き上げ費対は月6000円程度が妥当、との考えを示した。介護職員は、給与水準が全産業平均より低いため、賃上げによって他産業への人材流出を防ぎ、人手不足を緩和する狙い。介護職で年収1000万円超、世の中にはびこる、やりがい搾取、二半期翻す株式会社。政府は賃上げの対象に、看護助手や障害福祉サービス事業所の職員も加える方向。これに関し武見氏は、人材不足でサービス提供が危機的事態になっていることへの対応が必要だ、と語った。川崎市内の介護施設を視察後、記者団の質問に答えた。どう思いますか？コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。